今日により人工的に発生する波。直文様はよもぎさんの案内で今日の研究所へと向かいます。ついに対峙する因縁の二人ですが、直文様は怒りのあまりラースシールドに飲み込まれて。直文さん、ダメです。次回、盾の勇者の成り上がりシーズン2第12話、戦う理由。しっかりしてください、直文様。みんなで一緒に笑って帰りましょう。